スーパーファミコンの名作ロマンシングサガ2がフルリメイクされ、体験と片手剣で遊んでいた記憶がよみがえり、体験版をプレイしたらテレーズさんの魅力にすっかりやられてしまい、配信許可ある。じゃあ動画にするしか。ということで早速プレイして動画にしていきたいと思います。最終工程の名前はネオン・レオコだ。帝国の未来のために。ウェイトレスさん、かわいい。ねえねえ、詩人さん、お話聞かせて。ここに始まるは、遥かなる戦いの歌。偉大な帝国と麗しきアバロンの歌。そして代々の皇帝とその仲間たちの歌。この歌を歌い終えられるよう、精霊よ、我に力を与えよう。今は昔、皇帝レオンの時、帝国はアバロンの小さな国になり下がっていた。大陸は朝のように乱れ、争いは絶えなかった。レオンは統一の志を立て、日々戦いに明け暮れた。彼には二人の息子があった。大しきビクトールと優しきジェラール。その日レオンはジェラールを連れ、モンスターの討伐に出た。ここのモンスターには付近の住民も苦しめられている。モンスターを追い払い、このダンジョンを封印するのだ。はい、父上。先遣隊との合流地点に着くまでの間、私が戦いの基礎を指南する。だがこれは訓練ではない。心して臨むのだぞ。遅れを取らぬようついてまいります。待ちしておりました、陛下。しばし休息を。いや、このまま最深部に向かう。しかし、この先にはさらなる強敵が潜んでいます。案ずるな。これはジェラールの初陣だ。はい、危険は覚悟の上です。よいか、ジェラール。我々はインペリアルクロスという陣形で戦う。私が中心に立ち、防御力の高いベアが先頭。両サイドをジェイムズとテレーズが固める。お前は私の後ろに立つ。お前のポジションが一番安全だ。安心して戦え。皆も頼むぞ。ジェラールを気遣ってくれる優しさ。まずは装備を好みの武器に変更しなくては。双剣はダメージ低いイメージだったので外して。最重要な武器、大
体験をテレーズさんに持ってもらおう。この後ろ姿、体験はやはり最高だ。私は片手剣持たせてたけど、今は素手の方が好きなので素手で。ジャンプの追加でマップの形状が大きく変わってそうで楽しみ。ペアさん頼りになります。
ジェラール。私のボルドだ。これだ。せい。スター必要って思うけど、私はすべきなんだ。相手持ちが多いイメージ。ドア。狙った獲物は逃さないわ。ハキュータ。帝国に勝利。陣形が把握しづらいのは残念だけど。とどめでアップになってくれるのはいい。よし、これで全てだな。術師たちが力を合わせ、一昼夜かけて術法を施す。これにより岩戸は固く閉ざされ、封印される。行くぞ、ジェラール。皆がお前の凱旋を待っているぞ。今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。動画がお気に召しましたら、マイリスト、チャンネル登録をしてくださいますと喜びます。